はいどうもピョキーです。今日はですね、いろんなコースやっていきますか。というのもですね、僕のチャンネルはトロールコースと一発マリオを主流でやってるわけなんですけど、ピョキングってそれ以外の難しいコースできないんじゃねみたいな、そんなコメントがなかったんですけど、ただありがたいことに見てくれている方が増えてるんで、ここら辺で僕の実力を見せてあげようじゃありませんか。それじゃあ早速やっていきましょう。で、今回はオートスクロールだな。一旦ここは乗っておくか。いや違うんだって。いやマジで言い訳させて、今始めたばっかりだからさ、手が馴染んでないっていうか、そういう感じなんですよ。ここは一旦オンオフをして、ダロの下に降りれと。キャーこのコースめっちゃスピード重視だね。さすがオートスクロールやってくれるじゃねえか。そして次は亀を踏んで、どうすればいい、一旦踏んで、ダロのここで一旦投げてメット踏まなくちゃいけないのね。いやちょっと難しくないですかここ。いつもだったらさ、メットとか投げる場所に目印があるんだけど、なに、これでいいのか。可愛いのつけてんじゃねえか、パラシュート。そして次はバカンデーデー。僕はもう全てを理解しました。このトゲゾは一旦踏んで右にジャンプしろと、そういうことですね。そしてここはどうすればいいの、一旦投げて投げてスピンジャンプっぽいね。ここまで戻ってくるのにマジで一苦労だからね。なんでこっからメカクッパを投げてすぐ振り上げて、これどの辺でメカクッパ投げればいいんだろうね。矢印上って書いてるじゃん。上投げてスピンジャンプ、なるほど、そういうことね。みんなこのコース、トロールコースよりはるかに難しいね。まあ当たり前だけど。じゃあここは一旦右行って、どっちが早く取る、クッガーンで、そうじゃ。次こそ負けねえからな、ドリフトに待ってろ、すぐ上にジャンプできなかった。みんなもうそろそろですね、僕クリアするために喋らないで行こうかなと思います。ここですぐジャンプ、ナイス。そしてどうすればいいの、わかんねえ、これでいいのか、あ、合ってんの、これで合ってるんですか。いやでも大体分かったよ、このコースのクリアが見えてきました。このコースをクリアして花でも見に行こうかなと思います。こんな鬼畜なコースばっかりして疲れた体を花に癒してもらおうかなと。ブラパーお前じゃねえんだよ。それじゃあここはブランコによって、この次だよね、この次からがマジで難しいんだよな。このパワーブロックを持って上に投げて伝えに捕まる、よし。そしてカランドコーラを、なんでそこで開けないの、焦るな、次こそはちゃんと上に投げてツタに捕まる。そんでこのメット履いてヒップドロップ、ここで、あ、ヒップドロップして、ヒップドロップ何やってんだって。もうそれじゃあ次はしっかりとヒップドロップ、よし。そして次はどうすればいいの、ここはわかんねえって、そんなの。こっからさ、ハナちゃんに乗るのはいいんだけど、どっから乗るかよね、このタイミング、あ、このタイミング、そしてどこ行ってんのマリー、下に行かなきゃいけないのか、あ、上から行ける、そういうズルルと発見できませんね。それじゃあここのタイミング分かりました、音符を叩いた瞬間すぐジャンプしてハナちゃんに乗る、そしてこのヨッシーに乗って氷を溶かしていくと、そういうことでしょう。こっからどうするのいやそれは難しいでしょう、パンをマグマの中に入れろっていう感じでしょ。このコース選んだ時はさ、ここまで難しいと思ってなかったんだけど、想像以上に難しいねこのコース。それじゃあ最後にパンブロックのまだ場所が、一旦ここで落としてみようか、そしてスピンジャンプ、なんだんだあいつは。いやおかしい、最後にあんなバブルの出し方してくるのは絶対おかしい、鬼畜にも程があるでしょ、トロールコースじゃないんだからさ。いやでもあんなバブルになんか負けてられないね、みんな見てて、きっとこのテイクでクリアしてみせるから、最後のあのバブルさえ避ければクリアだと思うんですよ。お口はジャックうるせえよ、お前がお口ジャックしろよっていう話なんですけどね。じゃあね、次が一番難しいんだよな、このパワーブロック、ここがマジで一番僕苦戦してるの。やった来た、いや本当にクリアできるかもしれないこのテイクで、それじゃあこのオープン集中していきたいと思います。さあ行くわよヨシコ、こっからちゃんと開いてパワーブロックに乗れればゴールだと思うんですよ、早く行こう、あいつが来る前に、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ユースピンミス1ラウンドベイビーということで、このコースですね、ツイッターで教えてもらったんですけど、この一画面の中でファイヤーバーをかわしながら P スイッチをたくさん踏んでいけっていうコースらしいんですよ。いやそれは難しそうだなと思いましたけど、楽しそうだなという気持ちの方が勝りましたね
それじゃあ早速やっていきましょう。 P スイッチを35回以上取ってからゴールね。それじゃあまずドアに入って、さあ何が来るんでしょうか。うわやっぱこういう感じか。これはねツイッターの画面で教えてもらったんだよね。いや違うんだって、速攻で押し出されると思わないじゃん。それさえ分かれば最初のファイヤーマンぐらいかわせますよ。こっから35個忙しそうだな。うわ怖え怖えけどさ、このファイヤーマン意外とゆっくりなんだね。そして円を描きながら行ってるから、このファイヤーマンについていけばそんなに当たらないんじゃないの。ほらしかも結構余裕あるよね。ファイヤーマンが左に行った時は右に行っておけば多分やられないで済むと思うんですよね。今左行ってるから今右、そしたらね端っこはまだ生きれるっていう感じだね。さあちょっとひれあと何個、あと14個遠いな。そしてピースインチが出てきてないところが増えてきてるね。なるほどね。ツイッターの内容を少しだけ話させてもらうと、このファイヤーマンを避けながらピースインチを35個踏むのは簡単だと思うでしょう。でもきっちり対策されてますからって DM の内容だったんですよ。それがこういうことだったのか。このピースインチはドカンとか砲台から出てくる数限りがあるみたいだね。数踏むともう出てこなくなるみたいな。なんでどんどんピースイッチを踏める場所が少なくなってくるっていうことだね。それでもよ、それでもこのファイヤーバーをずっとこうやって回転しながら避ければいつかチャンスは来ると思うんですよ。そしてもう鍵手に入れたよ。はっ、もう入っていいのかな。いやでもちょちょっと待って、まだ入らない。僕はピースイッチをきっちり踏んでからじゃないときっとあれゴールだと思うんですよ。なんで最後の最後までこのピースイッチを踏むことに徹底したいと思います。はっあと何個、あと9個でしょ。あとどこ、右下だけかな。右下とこの砲台だけだね。それであと7個踏めってか、なかなか難しいんじゃないのかな。それでも僕はこのコースをクリアしていきたいと思います。あ、危ない。よしよしよし、これきっちり、いや踏めねえか。この赤の土管、まず右下が一番踏みやすそうだね。この砲台マジで難しいよ。あと残り5個。右下の赤ももう終わった感じじゃないの。っていうことは残り左下の砲台だけであと5個踏めっていう感じで、これはなかなか難しいぞ。タイミングが重要だしね。今早く出して、早く出してって。これちょっと早送りしていいかな。うわどのタイミングだろう。今、よしよし、あと残り4個。よし、あと3個。よっしゃ来た、あと2個。これはもう簡単なんじゃないの。そして最後に何が待ち受けてるんでしょうか。あれ出さないで残り2個、もしかしてもうこの先になんかあるみたいだ。頼む会ってくれピースイッチ。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1-1バッドイッツフローズンオーバーということで、このコースを作ってる制作者さんはですね、1-1を忠実に再現してるんですよね。そしてその1-1を何かしらの手を加えて難しくしてる方なんですけど、今回は氷の世界ということですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.65%。 そして最近暑くなってきてるからさ、この画面でも見てみんな涼しくなって、僕も今パンツ一丁でやってるからすげえいらねえ情報まあクリア率 0.65% っつっても、僕の手にかかればもしかしたらワンチャン一発成功っていう可能性もないね。最初適当に突っ込んでった割にはさ、結構先まで進めてたんじゃない。そしてめっちゃツルツルしてんだ、さすが氷の世界で。4つ目のとか、あ入れるんだね。こっからショートカットできるっていう感じかな。邪魔くせえ、このテレスト、いや絶対先に進めないじゃんこんなの。うわ右には行けないよね。ちょっと頑張って行ってみる、このタイミング。キャンだけで終わると思ったか僕が。絶対このテレスト飼いくぐってみせるよ。めっちゃ集中するね、ちょっと見てて、このタイミング。いや無理だねこれ。あーなんか寒くなってきた、この画面見てるからかな。めっちゃ寒いんだよね、じゃあ服着ろよっていう話なんですけど
でさ、ここやっぱ完全に位置の位置を再現してるね。で、氷の世界っていうことでつららとかブロックでそれをイメージしてるんだと思います。そしてあの中間ポイントゲット。よし、中間ポイントくれるのは優しい。それじゃあこのままつらら。まあまあ中間ポイントも取れたことだし、この先ちゃちゃっとクリアしていこうじゃありませんか。そんでここは、あれ、右行けんくない？この上隠しブロックとかないよね。なるほど、このつららに乗っていけっていうこと。上までなかなか鬼畜なここ難しいね。いや、まさかタイミングよくつららに乗れとかこういうテクニックが来るとは思わなかったな。このタイミングナイス。そしてこのまま右に行けと、そういうことですね。どこかわかるかこのつららの場所さ、意外と難しくなかったね。マリオの方がさ、つららより落ちるの早いから結構サクッといけちゃうね。それじゃあここは一旦この足場、そして次は右の足場でしょ。うわ、こっからどうなるんだろう。絶対難しいの来る最後に。さあ、どんなんが来るんだ。こっちに難しいな、このスピード。よしよしよし、え、もうゴールなんじゃないの。それじゃあゴールさせてもらいますか。ゴール遠くない？うわ、なるほど、あの雪玉に乗っていけっていうことで。いや、楽勝だよ。それじゃあきっちり狙っていきたいと思います。これはリズム天国だよ。集中するね、このタイミング。あー、ママかき氷が食べたいよ。よ、キング、まだ夏は来てないわ。あんなの今食べたら風邪をひいちゃうからやめなさい。いや、でも食べたい。僕、家で氷を作って手動でガリガリするやつがいいすいません、笑いはこらえきれず笑ってしまいました。それじゃあ次はしっかりとあの雪玉を狙って、このタイミング、どう？やったどうもありがとうございました。皆さん、僕ですね、もう疲れましたもう 0. 何パーセント台を何個もやるとなかなかきついもんがあるね。なんで次のこのスピードランクリア率は 1.5% 少し上げさせていただきました。それじゃあ早速やっていきましょう。なんて書いてんだろう。スイヌブでいいのかな。一回のダメージを受けないでゴールね。まあスピードランなんて久しぶり。この打鍵がえ、最初どうすればいいの。とりあえずジャンプのスピードでしょ。そしてここで三段ジャンプ。ここはスピードでいいんですか。ここは分かんねえ、どうすればいいの。射程してしまったよなんだこの始末は。閉じ込められて終わりやんか。このコース反射神経でどうにかなるもんじゃないで、完全に覚えなきゃいけない。ここで1、2で2回目でここでセット、ナイス。そして次はどうすればいいの。このピオキング、しっかりと落ち着いてこのコースの攻略に励みたいと思います。みんな見てて、すぐクリアしてみせるから。ここでシャカクル、そして次はゼット。さあ、ここは上、そしてゼット、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 ゼット。合ってんのかこれは。いや、なるほど、こっから上に行けばいいのか。いや、今さ適当にやってたら結構進んでくれたよね。それじゃあこの調子でどんどん行きましょう。落ちてきても何でもいいから、とりあえずクリアすればピオキング埋めんじゃねみたいな、そういう風に見てもらえるからそれじゃあここだったんだよな。こっからここをジャンプして、ここは Z って書いてる。ナイス、ここは上、早いんだって抜けがらもう僕汗かきそうだよ。いや、汗はかいてませんけど、汗をかきそうなぐらい忙しいんですよ。スピードランのコースをしながら喋り続けるって今ちょっと違うことしたな。そしてマリオ、いいな、そんな涼しいところにいて。僕もそんなところに行きたいよそれじゃあさっきここら辺でやられんかったっけ。ちゃんと次は早めに対応しようか。うわっぴー、次こそ早めの対応をお願いします。ミサトさん、こっから上、そして投げる。いや、でも次でゴールできそうだね。さあ、ここで1番ゲット開きました。おっと、マリオ最高のロケットスタートを見せてくれました。だが、しかし他のトゲゾウたちも負けていません。マリオをどんどん追い越している。今日ピーチ姫さん、マリオの調子はどうですかね。マリオですか。ママミーヤ、調子はダメっていうことですか。それは婚約者としてどうなんでしょうか。いやどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、リアクションスピードラッシュということで、まあその題名の通りですね、反応速度を試されるようなコースだと思うんですよ。要するに反射神経コースだと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.61%。 まあクリア率 2.61% の反射神経コースぐらいだったらさ、僕一発でクリアできる気がしない。まあこんな上から行けば
めっちゃ危なかったね今。それではここはすぐ右、よし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 、マジで一発クリア目指していくよ。これはなんだ、左、熱い。いや違うんだって、今のは油断してただけだから、ここはすぐ左に行けっていうことだね。そして土管に入る、完璧すぎ。さあ次は骨。あれなんで骨が出てきたんだろう、ここ左行くでしょ、あどうやって入れっていうことね。なんで土管に戻ってんだ、じゃあここはすぐ下に行って土管だね。でもこっからが本番、マジでこっから一回も引っかからない気持ちで行く。さあオンをしてドアに入ります。さあ次はなんだ、ここはすぐ上、いやさあこの次からだったね、すぐ弾が来るから飛んで左に避けろ。甘いなってサチュさん、僕だったら赤い弾を用意してるぜ。そしてここはオンオフからの、オンオフからの、うえ危ねえ、ギリギリ設計じゃねえか、ここは右、よしよしよし、これはトロールコールツで僕鍛えまくってるからね。さあ次はなんだ。何も反応できんやったね。いやここのノコノコすぐ反応できる人すごくない、これ一発でクリアできる人いんのかな。それじゃあここは楽勝だったね。さあ次はなんだ、ダメを見えねえな、左のドア、くっここのドア、よし右は絶対不正解でしょ。さあここはオーしてすぐ右、どんどんぬるくなってきてない、大丈夫ですか制作者さん、これはなんだ、どうすればいいんだ、下のこのドカに入ればいいっていう感じで、さあ進んでいきましょう、まだまだ長そうだぞ、右はっはだいやこの先にあるツタとパックはマジで神だね、めっちゃ似てるもん。それじゃあもうそろそろゴールなんじゃないかな、最速が40秒だったしさ、はっ、いや大丈夫、これは、さあ次はなんだ、ここに、いやいやこれは真ん中追っても当たってたのかな、今のサボテンに、ここは左でしょ、残り5秒ぐらいしかなかったよね、これゴールなんかな、いやよく避けたと思いませんか今のは。さあここで右でゴールっていう感じだと思うんですよ。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。